こんばんはおーい、あなたに言ってるんですよこんばんは <laughs> お仕事お疲れ様ですあ、引かないでください僕は怪しいものではありません どう見ても怪しいって失礼じゃありませんか初対面ですよ僕への評価はもう少し僕のことを知ってから下してくださいませんか <laughs> 何者かと問うのならば答えましょう見ての通りどこにでもいる普通の天使です名前はアンドレイですフルネームはアンドレイ・バジュニーチン気軽にアンドレイと呼んでください 何しに来たですか毎日を頑張って生きているあなたを応援応援応援とはまた違うなえっと、うん、そう褒めに来ましたまずはエラ呼吸からハイ呼吸になった向上心から褒めましょうかあなたたちの信じている進化過程から絶賛しておきますねすごい だ、もしかして褒められるのを嫌いですか <laughs> ですよね正当な評価をされて嫌がるなんていくら人間が天井知らずに愚かでもありえませんよねそれゆえに僕はあなたを褒めに来たんですよあなたは偉い素晴らしいなぜかって。 生きているだけで生命というものは素晴らしいではありませんか呼吸をしているだけであなたは称賛されるに足ります生物の義務としての生命活動を維持しつつ社会的にも生きているこれを両立することって存外難しいことなんですよああ落ち着いてください厳格ではないです現実です証明書や証拠は持ち合わせていませんが 証言はできますよ。僕はあなたのことをよく知っています。あなたが毎日お疲れなのは知っていますし、今朝の通勤電車の中で一瞬寝落ちして悪夢を見たことも知っています。寝過ごしましたけど、ギリギリ間に合ってよかったですね。朝ごはんは会社最寄り駅のコンビニで買ったゼリー飲料、昼ごはんは社員食堂の日替わりランチの和食の方。出張で不在の上司の代わりに、 顧客対応に追われて今日の帰宅はこの時間。でも電車でずっと座れてラッキーって思ってましたよねどうですこの天から見ていないと把握できないあなたの観察日記見つめることは得意なんですよ天使ですからああストーカーじゃありません天使ですてばあほら 羽だって生えてるでしょ朝の光を絹糸に染めて織り上げたような美しい翼これを見ても幻覚だと思いますか頭のおかしい不審者のコスプレと思いますかいだだ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 生えてます生えてるんですってだから引っ張らないでくださいもげたりちぎれたら元通りになるまで時間がかかるんですよ結構大変なんですよ あ痛かった人間の体で例えるといきなり腕をつかまれてギュッと雑巾絞りされたようなものですよこれ <laughs> 肩甲骨は翼の名残ってご存知ありませんだから腕って例えてみました我ながらわかりやすく伝えられたと自負しますでも 自分の身に起きていることを夢か映つ,つか確認しようというあなたの積極性と探求心素晴らしいと思いますよだから先ほどの暴力は許します僕は寛容なんですよ天使ですのでところで玄関の鍵開けないんですかと僕が言っている間に開けて言われる前に行動する。 素晴らしい判断能力です。あ、て入れてくださいちょっと女性の家に一方的に押し入るのは僕の美学に反しますから、開けてくださいねえ